はい、はい、皆さんこんにちは。カラフルスタイル白井和樹です。山田文雄です。山田さん、さあもう僕これ隠れちゃうぐらい、僕らにまた何か届いてます。届いてます。すごいですね、金子さん。金子さん、もう勢い止まらないじゃないですか。行くとこまで行くしかないです。もうそのようです。そうです。もう僕はもうついてきますよ。伝わりますね。もう金子さんにもうついていくだけなんで、もう今回はこの商品を、はい、紹介します。はい、じゃあ、ね、紹介これからいきますか。これ、直すこれはどうも、はい、僕的には、はい、もう買い尽くしてる感じなんです。火バサミですね、これは。火バサミ、はい、焚き火とかで熱いものでも、はい、これ鍋でもいい、何でもいけると思う。そうですか。すごい、火バサミ、なかなかあの衝撃的な火バサミ。衝撃的、本当にすごかったです。まだ、なんですか。これもあの焚き火グッズですね。これは、はい、服の火がこう熱いじゃないですか。はい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 。こう最初の頃こう、うん、下の方向ける、はあ、服、この辺火に近づくんで、はい、熱がこう熱くなってきても、はい、この木が、ああ、そこだ、熱くない、持てば熱くないです。ここ持って熱いけど、ここだが、いいっすね。もうこれが直ですよ。ああ、ワッとファイヤーするわけです。やりたくなりましたね。楽しみです。楽しみです、はい、ファイヤーブラスターです。はい、次はこれです。次はい、これはもうなんか、これはもう見ての通りノコギリですね、これは。はい、ノコギリ、これしかもあと折りたたみできるんで。え、どういうことですか。あ、こういうふうに刃がこう、そうです、そうです。はい、こう、ああ、なるほど、こう持っても大丈夫ってことですね。はい、それを使うときはカチャッで、薪をちっちゃく切った、短く切って、はい、あのちょうどいい大きさに。なるほど。今まではこう斧とか中とかあったんですけど、これはもう単純に木を短くするだけで、やっぱこれは軽いですね。そうです。やっぱりこうやって動かすので、はい、すごい軽いです。はい、斧とは全然違う感じで。そうですね。はい、ポケットボーイのノコギリです。では続きまして、これいきましょう。なんすかこれは。次からすげえね、いろんなものが出てくるんで、楽しみで僕はしょうがないですよ。僕はもう本当にいいと思うんですけど、ね、まあ、まだでもあるんですよね。あるんですね。なんすかこれは、僕は。お、なるほど。こういうことですか。フォークとスプーンのセットですね。アーミーって書いてます。なんか軍人仕様ですね。ああ、そうなんですか。セレさん、アメリカ軍です。アメリカ軍が使うやつ。マジですごいね。5セットあります。5セット5人使いますね。どんなに大人数使ってるんですか。アーミーブランドのフォークとスプーンのセットです。はい、続きまして、はい、アレマ。これはこれもう僕も分かりますよ、はい、覚えました。前回、ね、あの、はい、パエリアと白米で炊いた、はい、メスティン、美味しくいただきました。この以前金子さんが買ったやつは、はい、ミリキャンプのメスティン、はいはい、今回トランギアっていうメーカー、あ、まだメーカーが今度は違うんですか。です、はい、同じメスティン。これが実際は、はい、もう無垢のアルミから作り出されたやつなんで、はいはい、使う前にシーズニングっていうのがいるんですよ。あ、こっちはですか、はい、でしかもこのバリ、この角が結構尖ってるので、本当だ、切りっぱなしなんで、ここをしっかりヤスリで削ったりして、はい、整えて、はいはい、この中も無垢のアルミで、うん、これから使う前に一回なんか、はい、やらなきゃいけないことがある、はい、そうですね。トランギアのメスティン3つ、あ、3つ、合計6つです。6つあるんですか。じゃあってことはもう大所帯でもでもいいキャンプできるようになりますね。はい、いろんなもの作れますけど、はい、いっぱい。トランギアのメスティンです、はい、続きましてこれですね。これはもう普通に夜間ですね。夜間ですか。しかもあの、はい、ファイヤープレイスケトルって書いてあるんで、はい、焚き火専用、焚き火にも対応できる丈夫な、直にこの火に、はい、火の上にやっても大丈夫、やっても大丈夫のような夜間ですね、はいはい、ああ、なるほど。これは何リッター入るのかな。 1.6 リッター結構大容量ですね。ああ、そうですね。おしゃれな感じですね。もうステンレスで結構丈夫な感じですよ。これ焚き火にこう、はいはい、置いたりするんですか。なるほど。やっぱ焚き火っていうのは灰とか、あ、もうこう火が、ね、煙とかこう、はい、すごくなんかなるんで、なるんで、ちゃんと蓋がついてたり、うん、この中に入らないということですね、はい、これで。これあの蓋がこう超つがい的なやつでこう、はい、落ちないんです、ね。ああ、なるほど。はい、便利。もうキャンプ用に本当にですね、これは便利なケトルです。はい。コールマンのファイヤーフェイスケトル。続きはこれです、ね。はい。見えてるんですけど。はい。これなんすか。ミンテージのウォーターホット。見てください、この
見た目ステンレスの、はい、おしゃれおしゃれな本当にこだわりのこれですね、カリコさんのこだわりのおしゃれ感、おこうなってるんですね、これ2つです、2つですね、何ですかこれは、もう反射してますよ、ほら映ってますよこれ、はあ、僕たちこれもう顔がもろすっごい綺麗ですこれ、これ中にこの蛇口の部分があるんですけど、 あそこにですね、ここうわ組み立てたんですね、おしゃれだな、キャンパーって結構あの、はい、こうかさばるものを嫌うんですよ、なんか荷物が多いから、はいはい、もうあえてでも、で、うん、そこにチャレンジする、この折りたたみもできない、あそうです、ね、この豪快な、はい、いいですねこれ、はい、ミンテージのウォーターポット10リッターです、あ10リッターですね、はい、相変わらず衝撃の連続ですね、もうすごいです、もう本年はもうワクワクしちゃってたまらないですよ、わなんすかこれは、僕もまたこれなんすか、ウォーターポットなんですけど、はい、見た目あさっきとさっ さっきよりも大容量ですね、まあ、さっきが10リッター、はい、で今度12リッター、はい、ですね、しかも見てください、なんかイタリアのマークがついてます、イタリアですかこれ、うわこれはかっこいいな、見た目もう全くこの書いてある言葉がイタリア語なんで、ちょっと何も書いてるか分かりません、分かりません、本当に分かりません、ただおしゃれっていう感じが、やばいやつ出てきましたよ、うわまたこれもすごいな、これはすごいな、うわこれいや作りしっかりしてるわ、すごいな、うん、2つあればこれさっきもう完璧です、完璧ですね、水はね、水もうたらくなりますそしてメインイタリーのウォーターサーバーです、はい、最後いよいよ最後です、で今回大きいですねこれは、そうですね、なんかちょっと大きめですね、何ですかねこれ、もうこれが最後なんですかね、まだだと思うんですかねまだあるんですかね、いやこれ以上もうもういい大丈夫ですか、ないような気がしますよ、もう白井さんはもう大丈夫って言うならもう多分大丈夫だと思うんですけど、いやもう僕だいぶ前に大丈夫って言ってるんですよ、僕はもう全然わかんないんであれですけどさあこれ最後の、あらまあらま、またなんかなんかこう大きめですね、わあ、なんすかこれ、これはあのギアケースですね、ギアケース、キャンプ用品を入れてる、これはかっこいい、はい、いいですね、おしゃれだなこれ、スーツケースみたいなやつ、スーツケース、スーツケースですよこれ、これ完全なこのアウトドアっていうかもう豪快だ、はい、え、この中は何をどんなもの入れますか、いやこれはもう何入れてもいい、何入れてもいいですか、あの今回いろんなものも、はい、ネスティンとか、はい、何から何でも、何でもいいですね、はい、ナイフから何か、はいはい、でしかも結構気密性もいいんで、はいはい、あそうですね、これ、はい、ついてますもんね、これしっかり湿気は入らないし、はい、はいはい、これはすごい重さも、これは軽いっすね、はい、アルミなんですね、もうめちゃめちゃ軽いです、これもうかっこいいっすね、かっこいいのばっかじゃないですか、ダルトンのアルミギアケース、ようやく今回も紹介し終わりました、またありましたね、いっぱいありましたね、本当におしゃれなもんばっかりですよ、そうですね、もう出尽くしてるんですけど、うんうん、もうちょっとまだクオリティをこう上げた感じがします、ああなるほど、はい、そのもの一個一個におしゃれなものにこだわり、金子さんのこだわりがもう全面に、はい、買ってますね、出てますよね、はい、本当にもうでこれもう使う日がもう楽しみですね、もうそれしかないですね、はい、もう楽しみで、はい、もうあとは行くだけです、そうですね、もうだけだ、そうですね、はい、もう視聴者さんも、はい、いつ行くんだ、いつ行くんだ思ってますよ、もう紹介ばっかいろんなもの紹介してるばっかで、いつ行くんだって思ってますんで、もう近々、もうそれは梅雨明けまで我慢してください、はい、ご視聴どうもありがとうございました、ありがとうございました、次キャンプ行く日をお楽しみに、さよなら、さよなら。